皆さんこんにちは、メロンクーです。今回は復活したロブロックス版ピクミンをやっていきたいと思うよ。このゲームは以前動画でも紹介しましたが、何回か削除されており、なかなかプレイできない状態でした。しかし最近復活したとの情報があったので、実際に見てみたら復活していたよ。ゲームのリンクは概要欄に貼っておくので、プレイしたい方はぜひやってみてね。もしかしたらまたこのゲームが削除されるかもしれないので、早めにプレイしよう。それじゃ早速やっていくよ。お、前回よりもかなりプレイできるキャラクターが増えているね。キャプテンオリマーやルーイ、なんと社長までいますね。そしてピクミン4のデフォルメ主人公オッチンがいるね。原生生物の方はトビンコ、びっくりきく、ダイオウデメマダラなどがいるね。ピクミンや原生生物の数が前よりも増えていて、パワーアップしているね。そしてこのゲームにはピクミン4と同様にキラキラエネルギーがあって、現在1124のキラキラエネルギーがあるよ。キラキラエネルギーはお宝を運んだり、原生生物やピクミンたちを倒したら増えていくよ。まずは試しに価格無料の赤ピクミンでやっていくよ。マップは特に変わっていなさそうだね。相変わらずマップの背景やオブジェクト、キャラクターの作り込みがすごいね。 BGM や効果音はピクミンの音で少し危ない気がするけど、ゲームとしてのクオリティは高いわね。これのクオリティだと削除されるのも納得かもしれない。お、これは洞窟かな。もしかして洞窟に入ることができるの？これは入るしかないわね。音楽もちゃんとついてる。うお、洞窟に入った途端にクマチャッピーが。危ない、もう少しで食べられちゃうとこだった。洞窟もなかなか凝っているな。ちょっとあのクマチャッピーを倒したい。オラ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 、うわ、食べられちゃった。キラキラエネルギーがたくさんあるから、今度はオッチンを使っていくよ。オッチンの再現もすごい。攻撃の動作や吠えるのも完璧だわ。なんだ、別のオッチンが来た。オッチンがいっぱいだ。よし、オッチンで冒険に行ってみよう。お、ダッシュができるわね。これは振り払う動作。え、まさかこれは突進。お、無限突進ではなかったけど、突進があるのはいいね。あ、紫ピクミンが運んでいる。手伝ってあげよう。オッチンの力は3なのね。力3ということは、このオッチンはピクミン4でいうアップグレードしていない初期オッチンなのかな。キラキラエネルギーが10増えた。キラキラエネルギーを増やすのは地道な作業になりそうだわ。水の中にお宝が。初期オッチンだけど水中はいけるのかしら。お、いけるね。水中にあるお宝は運べないのね。それじゃオッチンで洞窟に入ってみよう。お、パンもどきがたくさんいるね。何か運んでいる。大パンもどきの方が力が強いわね。さっきのクマチャッピーだ。いた。1回の攻撃で3分の1まで減らされた。大パンもどき助けて。ちょっと大パンもどきにちょっかいをかけてみるか。突進で突っ込む。びくともしなかった。激突音は聞こえたけど、ダメージはどのくらい入っているのかな。今気づいたんだけど、時間経過で HP が回復しているね。お、紫ピクミンがお宝を運んでいるから手伝おう。そういえば洞窟のお宝のキラキラエネルギーは2倍なんだって。洞窟でお宝を集めた方がキラキラエネルギーがたまりやすい。あ、このボタンはピクミン4でもあったやつだね。これを押すと柵が降りていくけど、これはどうかな。
ちゃんと柵が降りていったね。細かいところまで再現している。こんなところに固まっているオーパンもどきが、これはチャンスだ。倒してやる。おっと、動き出した。パンもどきの攻撃、意外と痛いわね。まずい、このまま戦ったら負けてしまう。卵を割って蜜を吸って回復しなきゃ。危なかった。おっちん弱くない？とりあえず地上に戻るか。おっちんたち、これを運ぶぞ。羽ピクミンも来た。おっちんが白ピクミンに攻撃されている。とりあえずおっちんはここでやめるか。次はピクミン4の主人公を使っていくよ。どうやらおっちんを操るコツを持っているらしいね。お、笛が吹ける。これでピクミンを呼べるのかな。おっちんに向かって吹いても反応なし。おっちんの背中に乗れないのかな。とりあえず洞窟に入ってみる。この主人公は何ができるの。おっちんも操れないし、ピクミンも操れない。まだクマチャッピーがいるね。次こそは倒してやる。足が速いから食べられないぞ。そしてパンチ。ダメージはかなり少なそうな気がする。おっちん助けて。食べられたらかなり痛い。これ主人公何もできないから無理だね。次はびっくり菊を使っていくよ。キラキラエネルギーは450と少し高め。結構でかい。攻撃の仕方はゲームと同じだね。顔や葉っぱの細かく再現されていてすごいな。あまり近くで見たことなかったからなんか新鮮。早速ピクミンが来たね。原生生物側なのでピクミンを捕食しなきゃ。後ろに来たところを捕食。やったね。赤ピクミンと羽ピクミンを捕食できた。美味しかった。みんな何しているの。やべえ、怒られちゃった。ちょっと4対1は無理でしょ。誰か助けて。死んじゃった。はい、皆さんいかがでしたか。今回はロブロックス版ピクミンにアップデートが来ていて、新要素や新キャラが増えていましたね。再現はものすごく高いけど、また削除されそうなので、プレイしたい方はお早めにしよう。概要欄、コメント欄にゲームのリンクを貼っておくよ。では今回はこれで終わりにするよ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。